米軍 JTWC ジョイント台風ワーニングセンター26日のですね、夜9時の予報円がこちらになります。115の となっております表記をですね日本の気象庁が採用しております10分間平均の最大風速に、えー、換算をいたしますとですね毎秒59.11メートルとなりますこれは気象庁の階級でいう猛烈な勢力に該当する台風5号トックスリが米軍の最新情報で示されておりますそしてですね先島諸島の石垣島と宮古島が、えー、完全に、えー、暴風域に入る、えー、侵入総図となっ ております。 気象庁の台風情報を見てまいりましょう。そして27日午前3時の予報。こちらの予報円ですね。台湾に上陸しているかに見える進路層が描かれております。強さは非常に強い勢力を保ったまま存在地域が台湾。進行方向と速さが北西へ15キロ。ママチャリのスピードをずっと維持して北西の方角へ移動しております。中心気圧は945ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は毎秒45メートル。最大瞬間風速は60メートルとなって おりますこの時に予報円の半径がですね280キロ150回入りそして暴風警戒域が全域で480キロ260回入りとなっておりまして先島諸島沖縄地方のですね先島諸島が暴風域に入るとは先ほどご説明申し上げた通りですそれではウィンディの最新情報も見てまいりましょうえま <laughs> 予報日時7月31日月曜日の午前0時の予報になりますえこの時に 中心気圧962ヘクトパスカル。周辺の最大風速高いところですと、毎秒28メートルを指し示しております。台風6号カーヌンの候補となりそうな熱帯低気圧と圧線が、やはりですね、沖縄地方の先島諸島に最接近する新流層が描かれております。これだけ近いと、やはり暴風域に入る可能性が非常に高いということになりましょうか。 トロピカルティベットの GFS モード。予報日時が8月1日、夜9時からご覧をいただきます。予報日8月4日、午後3時の予報になります。サムネイル画像にもですね、使用したんですが、日本列島の四国地方に最接近する、まさに上陸線とする位置にまで最接近している台風7号、ランの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線。中心気圧は960ヘクトパスカルで、日本列島 どを縦断しようかという位置にまで再接近しているのはお分かりいただけますでしょうか予報日時 8月5日のですね、夜9時の予報になります。日本列島の九州地方へ北西の方角へ進んで上陸をしているかに見える中心気圧976ヘクトパスカルの台風7号ランの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線が映し出されております。ただし、いやいや衰退が進んでおりますので、等圧線の勢いは弱くなっております。えー、このように日本列島へ最接近してですね、九州地方に上陸、えー、通過していく 診療層が心配されるところであります気象庁によります7月21日時点の海面水温の実況図<え>熱帯低気圧の発生並びに台風への発達と成長の条件の一つに海面水温26.5度以上という要素がとても大きく影響してくるんですが海面水温26.5度以上の海域が非常に広い範囲、えー、広範囲にわたって分布しているのが、<ー>そして今後のですね海面水温の予想図もご覧をいただきたいんですけれども見れる 範囲の範囲がです、ね、北緯20度よりも北側、日本列島の近海のみとなっておりますが、ぐんぐんとみるみるうちにですねこれだけ近い日本列島の海域の海面水温がマックス30度の真っ赤っ赤な状態に上昇を続ける予想となっております。 これはですね、大変危機的な状況でありまして、海面水温が上昇するとですね、大量の水蒸気が海上に放出され続けることで、凝結に伴って発生する熱がですね、潜、まあ、熱って言うんですけれども、潜熱が台風のエネルギー源、餌となる、食料となる潜熱が大量に発生し続けるから、非常に危機的な状況であるというわけなんですね。 もちろんね、単純に海面水温が高いという単一の要素だけで即座に熱帯低気圧が発生して台風へと成長発達するかというと、もっといろんなその複雑な条件が絡み合ってくるので、一概にですね、海面水温が高いイコール台風発生という図式にはならないんですが、しかしながらですよ、危機的な状況が依然として続いていることに変わりありません。警戒が強まっております。今後の最新情報をこまめにチェックされ続けることをお勧めいたします。 気圧配置の方もちょっと見てまいりましょう。高気圧群張りはですね、このように太平洋高気圧の張り出しが非常に強い状態で日本列島の上空にまでかかっているこの時がですね、台風が日本列島へ近づくことができない状況です。理想的な状況はですね、この高気圧の張り出しがずっと続いてくれればいいんですが、 台風7号乱の東圧線が日本列島へ近づいて北上しつつある8月1日、火曜日の夜8時の予報ではですね、この太平洋高気圧の張り出しが弱くなって引っ込んでいるのがお分かりいただけますでしょうか。北寄りに流れてしまっているんですね、偏西風が。これ3モード比較しても全部同じ位置をですね、偏西風、いわゆるジェット気流が流れてしまっているんですが、やはりこれだけですね、えー、日本列島 北東の北側を流れている状態ですと台風の接近を許してしまうんですね。台風が近づく前に北東方向、つまり偏西風の流れに乗って押し流してくれない位置を偏西風が流れているというのが直近の最新情報になります。ちなみにですね、名前の意味をそれぞれ解説をしていきますとですね、 えー、命名国は韓国になります。台風5号特刷の名前の意味は和紙、えー、鳥の和紙ですね。そして台風6号カーンの命名国はタイで、えー、名前の意味は果物の名前、パラミツになります。そして台風7号ランの命名国はアメリカ、えー、嵐になりますね。 台風8号、サオラーの命名国はベトナムで、えー、ベトナム霊洋という,う意味になります。ベトナム霊洋、ちょっと調べてみるとわかると思うんですけれども、えー、何でしょうね。花の名前でしょうか。そして台風9号、ダムレイの命名国はカンボジア。名前の意味はゾウです。そして、えー、台風10号、ハイクイの名前の命名国は中国で、意味はイソギンチャクになります。 台風速報の時間がやってまいりました。2023年7月23日日曜日朝6時28分35秒現在の台風5号特摂の進路予想及び台風6号カーヌン並びに台風7号ランさらには台風8号サオラーそして台風9号ダムレー卵熱帯低気圧並びにその前進となる活発な対流活動を表す熱帯上乱の 低圧部の発生予測に関する最新情報を速報でお伝えします。ご覧いただいているのは気象庁の気象衛星ひまわりの衛星画像なんですけれども、フィリピンビサイ諸島の東の海上に見えるこちらの雲画像が、 現在発達中の台風5号特典の雲画像ですね気象庁の台風情報を見てまいりましょう台風5号特典の進路予想日本列島から離れた南の海上からですね北西の方角へ進む進路予想で台湾に向かって進んでいる最新情報が気象庁から発表されております暴、えー、風域に入る確率なんですけれども5日先まで見ることができます28日そして27日の3時の時点 ここがですね、一番危険な予報日ということになります。特に27日の午前3時の時点ではですね、こちら、先島諸島、沖縄地方の先島諸島が5%から30%の確率で暴風域に入る確率の中に入っております。赤が30%から70%、そして紫が70%から100%ということで、台風5号特刷り、 27日の午前3時には、まあ、台湾は完全な暴風域に入る予報が示されております。台風第5号特3、3時45分発表の最新情報では、23日午前3時の実況で、種別は台風の状態でフィリピンの東にあります。進行方向と速さは、西北西15キロの速さ、ですからママチャリのスピードと同じぐらい。 中心気圧は990ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は毎秒25メートル。最大瞬間風速は35メートルとなっております。まだ強い勢力には発達しておりません。明日24 月曜日の午前3時の予報では、死別は台風の状態で、強い勢力に成長発達をする予報となっております。存在地域がフィリピンの東で、こちらの予報円ですね。進行方向と速さは西へゆっくり、中心気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速が毎秒35メートル、最大瞬間風速が50 最大瞬間風速が50メートル。予報円の半径が95キロ。暴風警戒域が全域で185キロ、100ナウティカルマイル、100、100回入りとなっております。25日午前3時の予報です。こちらの予報円が25日3時の存在位置となるわけなんですが、フィリピン・ルソン島の東の海上にあります。強さは非常に強い勢力にまで 成長発達をする予報となっております。進行方向と速さが北西へ15キロ、ママチャリと同じぐらいのスピード。中心気圧が935ヘクトパスカル。中心付近の最大風速が毎秒50メートル。最大瞬間風速は70メートルとなっております。そして26日午前3時の予報では強さは非常に強い勢力を保ったまま、 存在地域がフィリピンの東。こちらの予報円になります。進行方向と速さは北西へ15キロの速さ。ママチャリと同じスピードで進んでおりまして、中心気圧は925ヘクトパスカル。中心付近の最大風速が毎秒50メートル。最大瞬間風速は70メートルとなっています。 おりますそして27日午前3時の予報。こちらの予報円ですね。台湾に上陸しているかに見える進路予想が描かれております。強さは非常に強い勢力を保ったまま存在地域が台湾。進行方向と速さが北西へ15キロ。ママチャリのスピードをずっと維持して北西の方角へ移動しております。中心気圧は945ヘクトパスカル。中心付近の最大風速が毎秒45メートル。最大瞬間風速は60メートルとなっております。この時に予報円 の半径がですね280キロえー、150回入りそして暴風警戒域が全域で480キロ260回入りとなっておりましてえ先島諸島沖縄地方のですね先島諸島が暴風域に入るとは先ほどご説明申し上げた通りです一番先の予報28日午前3時の予報えこちらの予報になります中国大陸に上陸しているかに見える 台風5号特製の予報円。存在地域がカナン南。進行方向と速さが北北西へ20キロのスピード。ママチャリを全速力で濃ぐぐらいの速さ。中心気圧は980ヘクトパスカルに衰退が始まっております。中心付近の最大風速は30メートル。え最大瞬間風速は40メートルで予報円の半径が330キロ。180ナオティカルマイル。暴風警戒域は4全域で430キロ。 ティカルルマイルとなっております。これは気象庁の最新情報になりまして、日本列島の本州からはですね、遠く離れた海上、フィリピン海を北西の方向へ進む進路層とはなっているんですが、やはり心配されるのはですね、こちら、先島諸島が暴風域に入る可能性が高まりつつあるといった 台風速報。FGTWC ジョイント台風ワーニングセンターアメリカ海軍の合同台風警報センターの最新情報になります。衛星画像の一周タイム。発行時間が22日土曜日の18時00ズですから、 本日23日日曜日の午前3時時点の衛星画像です。この点線の奥内が北西太平洋、台風の領域になるんですけれども、トリピクルサイクロン05ウエストを特するフィリピンの東の海上に見えます雲画像が 台風5号特刷りになります。進路予想を見てまいりましょう。気象庁と同じ進路予想を示しております。こちらが気象庁の先ほどご覧いただいた進路予想なんですけれども、ほぼ同じ予報となっております。やはり心配されるのは、7月26日の12ズールですから、日、え、本、ー、標準時に換算をいたしますと、26日のですね、夜9時の予報円がこちらになります。えー、115の と、なっております、表記をですね、日本の気象庁が採用しております。10分間平均の最大風速に換算をいたしますとですね、毎秒59.11メートルとなります。これは気象庁の階級でいう、猛烈な勢力に該当する台風5号、特3が米軍の最新情報で示されております。 そしてですね、この石垣島ですね、先島諸島の石垣島と宮古島が完全に暴風域に入る新流想図となっております。 それではウィンディの最新情報も見てまいりましょう。アメリカ海洋大気庁ノアノクションモデルをベースします。グローバルフォーキャストシステム GFS モードになります。ECMWF モードやアイコンモードと比べると予報精度はやや低めとなります。す、え、で、ー、にフィリピンビサイ諸島の東の海上に中心気圧990ヘクトパスカル、周辺の最大風速毎秒20メートルの台風5号特刷りの等圧線が見えます。 予報日時、7月27日木曜日の午前2時の予報になります。えー、この時の台風5号特製の等圧線は、中心気圧961ヘクトパスカル、周辺の最大風速、毎秒高いところですと、28メートルを、 指し示しております存在地域は台湾に上陸しているかに見えるんですが台風の目の中心の位置がやはり先島諸島ですね石垣島や宮古島が暴風域に入っている東圧線の中に入っている気圧配置図が示されておりますそして同時刻 フィリピンミン・ナ野島の東の海上、パロー諸島のあたりでしょうか。中心気圧994ヘクトパスカル。周辺の最大風速、高いところですと、えー、毎秒19メートル差し示し,し,示しております、えー。こちらがですね、台風6号カーヌンの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線が示されております。予報日時、7月31日月曜日の午前0時の予報になります。えー、この時に、 中心気圧962ヘクトパスカル。周辺の最大風速高いところですと、毎秒28メートルを指し示しております。台風6号、カーヌンの候補となりそうな熱帯低気圧と圧線が、やはりですね、沖縄地方の先島諸島に最接近する進路予想が描かれております。これだけ近いと、やはり暴風域に入る可能性が非常に高いということになりましょうか。 一番先の予報、ウィンリーの GFS モード、8月1日、火曜日の夜8時まで見ることができるんですが、日本列島の南の海上、フィリピン海に中心気圧977ヘクトパスカル、周辺の最大風速高いところです。 と毎秒24メートルの数値を指し示し示ております台風7号、乱の広報となりそうな熱帯低気圧のと圧線が存在する診療想図が描かれております。位置的にはですね、小笠原諸島の非常に近い場所ということになります、えー。こちらが小笠原村になります。気になるのがこの続きですね。続きをトロピカルティベットの GFS モード、予報日時が8月1日、夜9時からご覧をいただきます。 予報日8月4日午後3時の予報になりますサムネイル画像にもですね使用したんですが日本列島の四国地方に最接近するまさに上陸線とする位置にまで最接近している台風7号ランの候補となりそうな熱帯低気圧の東圧線中心気圧は960ヘクトパスカルで日本列島 を縦断しししようううかかかといいい位置にままでで再接近しているのはお分かりいただけますでしょうかそしてですね、弱いながらも、南シナ海にもう一つ、中心気圧984ヘクトパスカルの討伐線も見えます。そしてさらには、日本列島から遠く離れたフィリピンビサイ諸島の東の海上、マリアナ諸島のあたりでしょうか、中心気圧1003ヘクトパス のわも見ますでこの二つの等圧線ですね、どちらが台風8号サオラ、あ台風9号ダムレイになるのかというところではわからないんですけれども、しかしながら心配されるのはですね、台風7号ランの候補となりそうな熱帯低気圧のこの後の進路層ということになります。予報日時。 8月5日のですね、夜9時の予報になります。えー、日本列島の九州地方へ北西の方角へ進んで上陸をしているかに見える中心気圧976ヘクトパスカルの台風7号ランの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線が映し出されております。ただし、えー、やや衰退が進んでおりますので、等圧線の勢いは弱くなっております。そして台風8号サオラーと台風9号ダムレイの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線も水 が進んでですね消滅寸前というような気圧配置図が描かれております。 一番先の予報、8月7日の夜9時まで見ることができるんですけれども、台風7号ランの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線がですね、中国大陸の上海の北側から上陸線とする位置にまで最接近しているのがお分かりいただけるでしょうか。中心気圧は981ヘクトパスカル。そして、日本列島から遠く離れた南の海上に、中心気圧993ヘクトパスカルの台風10号、 ハイクイの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線が現れ始めております。で、ここにもですね。中心気圧992ヘクトパスカルの熱帯低気圧のですね。等圧線が見えるんですが、位置関係からするとですね。えまあ、ギリギリ台風の発生海域であります。統計1 8 0度よりもですねえ。西側に。 で、えー、いれば、台風11号の発生ということになるんですけれども、まあ、この辺はですね、非常に曖昧でですね、果たしてどうなるのか、というところになりましょうか。えー、こちらが台風5号、特薬の等圧線。そしてこちらの等圧線が台風6号、カーヌンの候補となりそうな等圧線。 こちらが台風7号、ランの候補となりそうな熱帯低気圧の東圧線。そしてこちらが台風8号、サオラーの候補となりそうな東圧線。 それでは続きまして、ウィンディ、ヨーロッパ中期予報センターの区章モデルをベースとします。ECMWF モードでも見てまいりましょう。毎回ご説明申し上げておりますようにですね、ECMWF モードは3モード中予報精度が一番高いです。というよりも、世界最高クラスの予報精度を持つと言われるのが、ヨーロッパ中期予報センターの区章モデルとなります。 ヨーロッパ中期天気予報センターによって提供される非常に正確なモデル。他の予測モデルと比較して明らかに勝者です。このモデルは商用モデルであるため、世界でも数社しか提供していませんという説明書きが付されております、えー。フィリピン、ビサイ諸島の東の海上に見えます、台風5号特設の討伐船になります。予報日時、7月27日木曜日の午後4時の予報になります。この時の存在位置がですね、えー、台湾を通過して で、再び海上に出ているかに見えます。中心気圧は978ヘクトパスカル。周辺の最大風速、高いところですと、毎秒27メートルを指し示しております。台風5号。特製の等圧線。沖縄地方の先島諸島ですね。石垣島と宮古島がですね、与那国町もそうなんですけれども、暴風域に入る位置に等圧線が予報されております。一番先の予報、ECMWF モード。 8月1日火曜日の夜8時まで見ることができるんですが、台風5号特摂は中国大陸へ再上陸した後ですね、北上しながら勢力を弱めて衰退して、そのうち消滅をするというような新ルーー。そして九州地方の西の海上ですね、東シナ海に中心気圧1000ヘクトパスカル、周辺の最大風速高いところでも毎秒13メートルの 台風6号、カーヌンの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線が見えます。すでにですね、えー、衰退している状態で、えー、位置しているのはお分かりいただけるでしょうか。ただ衰退する前はですね、えー、台風の勢力を保ったまま沖縄地方を通過する新漁層となっております。そしてフィリピンみんなの島の東の海上。 中心気圧1009ヘクトパスカル。周辺の最大風速すべて1桁台ではありますが、台風7号、乱の候補となりそうな活発な対流活動を表す熱帯上乱の低圧部が現れ始めております。ヨーロッパ中期予報センターの本家本元のサイトになります。850ヘクトパスカルですね。 海抜1.5キロ地点の東アジアとインドネシアの地域なんですけれども、えここに見えますのがあ沖縄地方の先島諸島、そして沖縄本島、そしてこ,こちらがフィリピンになります。で、ここは台湾なんですけれども、台風5号特摂の等圧線がですね、北西方向へ進んで台湾を通過していく新流層が描かれております。 え続きまして、ドイツ気象局、ダイチャウェターデンツの気象モデルをベースします。アイコンモードをご覧いただきましょう。えウィンディー上では5日間予報になるんですけれども、フィリピンの東の海上に中心気圧997ヘクトパスカルえ、周辺の最大風速毎秒16メートルの台風5号特摂の等圧線が見えます。一番先の予報。 7月27日木曜日の夜9時まで見ることができるんですが、この時の中心気圧は968ヘクトパスカル、周辺の最大風速高いところですと32メートルを指し示した状態で、台湾と中国大陸の中間の位置、これから中国大陸に上陸せんとする位置にまで再接近しているのがお分かりいただけようかと存じます。さらに先の進路予想をですね、トロピカルティビットで見ることができます。 トロピカルティビットのアイコンモード。27日の夜9時。27日の夜9時ですね。中国大陸に上陸戦とする位置に中心気圧。ちょっと字が潰れちゃって見えづらいんですが、998ヘクトパスカル前後でしょうか。一番先の予報。4月30日の朝9時まで見ることができるんですが、 台風5特すはですね、中国大陸へ上陸した後ですね、水、えー、退が始まった。 ている状態推定しきっている状態ですねそしてフィリピンとそれからあ台湾の中間バシー海峡の東の海上に中心気圧1 0 8ヘクトパスカルの台風6号カーヌンの後方となりそうな熱帯低気圧の等圧線も現れ始めておりますこれがですねウィンディさんモードの最新情報になるんですけれども、まあ、だいぶですねその昨日お出しした動画に比べるとこの gfs モードも若干 時間は、台風5号、特するに関しては、東寄りえ、つまり台湾を通過する予報に変わった。 かなといいう感じがいたします。台風5号に限った話なんですけれども、さて問題になりますのはこちら。えー、台風7号ランの候補となりそうな熱帯低気圧の討伐線ですね。えー、このように日本列島へ最接近してですね、九州地方に上陸、えー、通過していく新療層が心配されるところであります。えー、海面水温の実 実況図をご覧いただきましょう。気象庁によります7月21日時点の海面水温の実況図。これは昨日の動画でお伝えした通りなんですけれども、日本列島近海、えー、非常に近いところで真っ赤っからマックス30度の海面水温が記録されております。その30度のですね、海面水温の面積は若干 狭くななったかなという感じはすするんですがえしかしながら熱帯低気圧の発生ならびに台風への発達と成長の条件の一つに海面水温26.5度以上という要素がとても大きく影響してくるんですが海面水温26.5度以上の海域が非常に広い範囲、えー、広範囲にわたって分布しているのは気圧配置の方もちょっと見てまいりましょういい、えー、高気圧群バリアですね、えー、このように太平洋高気圧の張り出しが非常に強い状態で 日本列島の上空にまでかかっているこの時がですね、えー、台風が日本列島へ近づくことができない状況です。えー、高気圧と熱帯低気圧である台風は相入れません。えー、台風は高気圧の減りに沿って進む性質があるので、理想的な状況はですね、えー、この高気圧の張り出しがずっと続いてくれればいいんですが、なかなかそううまくもいかないようです。 まあ、台風5号特性に関しては日本列島を直撃をですね、とりあえず避けていられる予報、進路予想がですね、現段階で出されている理由としては、まあこのように、この太平洋高気圧の張り出しが日本列島の上空を覆ってくれてですね、高気圧バリアが日本列島を台風から守ってくれているからであります。 ま、これ ECMWF モードもアイコンモードもほぼ同じような気圧配置図になるんですけれども。 台風7号乱の東圧線が日本列島へ近づいて北上しつつある8月1日火曜日の夜8時の予報ではですね、この太平洋高気圧の張り出しが弱くなって引っ込んでいるのがお分かりいただけますでしょうか。で、この後ですね、ちょっと現時点ではですね、どのように気圧配置が変化するかですね、ウィンリーでは見ることができないんですけれども、やはりこの高気圧の張り出しの弱さがですね、台風、 7号ランの北上を許してしまう。日本列島へ近づけてしまうというような予報になっておりますえ。つまり日本列島の上空に気圧の谷ができてしまっているというような気圧配置図なんですね。まあ、あくまでもこれ予報なんで今後変わっていくのは間違いないんですけれども、やはりこの後トロピカルティベットの GFS モードで再三ご覧いただいておりますが、 台風7号ランの候補となりそうな熱帯低気圧の東和線が日本列島へ近づいて九州地方を直撃する、えー、進路予想となっておりますのもですね、えー、この太平洋気圧の弱まりが一因と考えられます。まあ台風の進路予想、3つのですね、はい、要素によって決まるんですが、えー、台風自身の進路を決めるのはですねコリリ、コリオリの力。そして、これは別動画でも説明しているんですが、 えもう一つがですね、先ほど申し上げました、ああ高気圧の配置。そしてもう、そう、三つ目がですね、えー、日本列島の上空1万メートル、えー、高度10キロの地点を流れる偏西風、いわゆるジェット気流の位置によっても変わってきます。このジェット気流がですね、日本列島 のの南の位置を流れれれててくいればですね、この台風が近づいてきたとしても、この日本列島を直撃する前に、えー、北東の方角へ押し流してくれるんですね、えー。ところがご覧いただくとお分かりいただけようかとは存じますが、この日本列島の上空を偏西風が流れておらずですね、北風が流れておらずですね、 海道のあたりをですね、蛇行しながら偏西風が流れているのがお分かりいただけますでしょうか。北寄りに流れてしまっているんですね、偏西風が。これ3モード比較しても全部同じ位置をですね、偏西風、いわゆるジェット気流が流れてしまっているんですが、やはりこれだけですね、えー、日本列島の北側を流れている状態ですと、台風の接近を許してしまうんですね。 台風が近づく前に北東方向、つまり偏西風の流れに乗って押し流してくれない位置を偏西風が流れているというのが直近の最新情報になります。まあ今後どうなるか。まだ不確定要素が強いので、絶対こうなりますよということは申し上げることはできません。それは100%の予報などこのように存在しないからです。 まあ、予報精度が高いと言われている ECMWF モードですらもですね、100%、的中率は100%ではありません。世界最高クラスの予報精度であることはですね、こちら、台風進路予報、誤差、国際比較の折れ線グラフの一覧表を見ていただいてもですね、お分かりいただけるかとは思うんですけれども、100%の的中率ではありません。それではまとめに入りましょう。台風5号、特設の診療層ですね。 気象予報モデルによって若干の違い、え、異はあれどですね、まあ、ほぼ同じ進路予想で出揃ったのかなというところです。えー、つまり、この後、徐々に徐々に成長発達を続けながら、えー、北西方向へ進んで、え、台湾を通過して、中国大陸へ、え、北上して、えー、衰退消滅というような、あ、一連の、 最新情報、予報にはなっております。これはですね、気象庁も、米軍の進路予想図も、もうほぼ同じです。ですが、安心できるわけではないんですね。えー、台湾を通過していくといっても、暴風警戒域、暴風域にですね、沖縄地方が入る可能性が高まりつつある進路予想図となっております。えー、この点に、えー 注意しながらですね、えー、今後の最新情報、警戒が強まっておりますので、注意深く、えー、こまめにチェックされることをお勧めいたします。えー、今後もと、台風速報チャンネルでは、台風に関する最新情報をいち早く、最速で、あなたのもとへお届けいたします。台風の動向が不安で心配で夜も眠れない方、また、そうでない方もぜひ、チャンネル登録をしていただくことによって、正確な最新情報をいち早く手に入れていただくことができるようになります。 この正確な最新情報を最速で入手することこそがですねあなた自身の身そして大切な人の身を災害から守り防災に最大限にお役立てフルにご活用いただければと願ってやみませんまさにこれこそが当台風速報チャンネルの存在意義そのものであると自負をいたしております私からは以上となりますでしょうか中心気圧ヘクトカ 台風8号、さら災害あ、あなた自身の28日、28日そのかい、えー、まさに上陸せ上陸戦とするこちらが小笠原村に最速で入手することの候補となる弾を、熱帯低気圧、毎秒19メートルを差し示しし示しております世界最高クラスの予報精度を持つと言われるのが、ヨーロッパ中期を。 え,え中心気圧が、<と>あ失礼しました、進行方向と速さが3つのですね、えー、<っ>台風のつ中心気圧984ヘクトパスカルの。お